ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。今日はですね、まあぶらり散歩でもいいんですけども、一応ニュースから撮ってるので、まあ時の話題にしておきました。贋作ですね、まあ、偽物の絵、まあ、ここでは絵ですけど、まあ、絵以外にもいろいろ贋作ありますけどね。最近高知県の県立美術館とかですね、徳島でしたか、四国のですね、二つの美術館が、まあ、どうも偽物買っちゃったんじゃないかと。まあ、それもですね、まあ、合計で8000万ぐらいになるんですかね、8000万円ぐらい。ですから、税金を使って偽物を買ったのかっていうことでですね、まあ、最近の意地悪いマスコミが批判してますので、ちょっと高知の人とか徳島の人かわいそうだなっていうのは気もしましてね。この贋作っていうものがどういうものか、それからどういう時代背景と言いますか、社会背景で、まあ、出てくるのかと、まあ、いうことをですね、ちょっとお話したいと思います。私はまあ、美術とかそういうものの専門家ではないんですが、まあ、一応美術大学でもしばらく教えておりましたしですね、まあ、大変に、まあ、素人、美術愛好家とも言えますしですね。それから、まあ、美術とか音楽、そういった芸術がもたらす、まあ、健康への関係とか、科学の問題とか、こういうのはですね、まあ、興味がありますので、まあ、だいぶいろいろ接しているわけですね。で、まあ、最初にこの絵の贋作ですね。これ両方とも絵の贋作なんですけども、絵画っていうのはですね、もう贋作は付き物なんですよ。これは絵自身が見分けがつかないんじゃなくてですね、絵というものの持っている特性がそういうものなんですね。ですからまあ、普通の人が偽物を使わされて何千万で買ったのってことになるんですけどね。まあ、なる気持ちはよくわかるんですが、まず一つはまあ、高知の美術館とか徳島の美術館を弁護するわけじゃないんですけど、やっぱり、美術館がある程度ですね、贋作をつかまされるっていうのは、まあ、やむを得ないとかあるんですね。歴史的にもですね、まあ、ヨーロッパ、まあ、普通はヨーロッパ絵画が多いんですけどね、ヨーロッパ絵画の、まあ、本当に専門中の専門、鑑定の専門家とかですね、その時の時代のですね、まあ、17世紀なら17世紀、18世紀なら18世紀、19世紀のですね、ヨーロッパのその有名な絵画の評論家なんかも間違うんですよ。ですから、まあ普通の人が間違ってもしょうがないですね。それから絵がものすごく上手な方で、本当は自分の絵をしっかり描くっていうので十分に成功するぐらいの技量を持った人ですね。そういう人はですね、贋作に興味を持って贋作を作る場合もあるんですよ。贋作に生きがいを感じる絵描きさんっていうのもまたいるんですね。ですから、まあまあそういう中でね、中で絵を楽しんでいくということがまず第一なんで、マスコミの方もね、この高知の美術館とか徳島の美術館が贋作をつかまれたってことをあんまり非難をしたりね、しない方がいいんじゃないかと。まあ、あんまりいいことじゃないから、まあ、しっかりやってくださいねぐらいがいいんじゃないかというふうに思いますね。で、この背景は何かというとですね、一番大きな背景は、やっぱり絵をね、家庭で日常的に楽しむっていう文化がなくなっちゃったんですよ。これはね、日本ではね、もともとあまりないんです。というのは、日本の家庭ではですね、家の中の壁をですね、飾るってことがあんまりしないんですね。割合とこう、簡素な、まあ、家の中で飾ってあるって言ったらば、祖先の写真ぐらいっていうね、まあ、そういうことが多いもんですから、まあ、日本の場合特に日常的に、絵画を一般の生活の中でね、楽しむっていうことがあまりないんですね。まあ、日本の絵画はですね、なかなかいいんですよ。世界的にもレベルが高いんですね。もちろんピカソの時代なんかはもう日本の絵画って言ったら一番もてはやされたわけですからね。それからまあ、ちょっと素人目ですと、日本のやや平面的な絵画とですね、絵とですね、それからギリシャ、ローマあたりから発達した立体的な絵画と比べますとね、立体的な絵画の方がいいように思いますけども、ヨーロッパの人たちから見れば、ある意味じゃギリシャ・ローマの立体的なものからの派生したもの、光をこう、ふんだんに使ってですね、暗くしたり明るくしたりする、そういう技法も含めてね、大変に、我々にとっては魅力的なんですけど、逆にヨーロッパの人たちから見ればね、
日本の会がいいなと平面的でいいなっていうのはかなりそういう部分もあるんですね。だから日本の会が劣ってるとかじゃなくて生活様式がね、日本の場合は違うんですね。まあもちろん風神雷神図とかですね、まあ、素晴らしい、世界的にも素晴らしい絵っていうのはいっぱい日本にもあってですね、決して日本は絵画と劣る国ではない。ただ生活習慣としてはそういうんだってことですね。それでそれがあるもんですから、まあ、日本はやっぱり絵画の展覧会やってもですね、入場者数が少ないんですよ。僕なんかはある程度まあこういう関係をやってましたんでね、まあ、展覧会とかそういうもののお世話をしたこともあるんですが、大体まあイギリスとかフランス、まあフランスはちょっと絵画特殊なんですけども、まあそういうところのですね、入場者数は10分の1とかね、まあ、そんな感じなんですよね。だからまずはこう日本人がですね、ヨーロッパ絵画ばかりじゃなくてね、全体的な絵画に親しむっていうことが、まずはこういった贋作問題なんかを特にマスコミがわーってやるんじゃなくてね、マスコミの記者が日本人と絵画という問題をよく考えて記事を書いてほしいというふうにまず思いますね。それからですね、まあ、贋作ってのはまあそういうもんなんですが、絵という自体がですね、私、まあ、フランス長かったんですから、まあ、ルーブル美術館とかね、オルリーとかね、まあそういう非常に有名なところによく日本人の方を連れて行きますとね、ほとんど絵画についてご存知ないことが多いんですよ。非常に有名なね、まあ、ものは知っておられますけども、中堅どこのですね、名作っていうのはほとんど知らないですね。で、かなりの教養の人が来られても、僕みたいな素人でもこの絵はこういうことなんですよって説明しないから。これがね、日本の絵画教育にも効いてるんですね。絵画ってのはやっぱりね、発展段階があるんですよ。まあ、ルネサンスってのも非常に難しいんですけどね、評価が難しいんですが。まあ、ルネサンスがあり、それから少しずついろんなね、発展し、まあ、日本では有名な印象派なんかもあってですね、それからピカソみたいな若干抽象的になるものもある。その流れをよく理解して、絵画っていうのはですね、日本人は感性だけで見るというからあまり欲しくないんですよ。感性だけではね、やっぱり絵画っていうのはそれほど深くは理解できないんです。やっぱり歴史的な背景、社会的な背景、それは全部分かってて、それからその画家のね、描いた画家の性格なんかも分かってると言うとですね、その絵をより深く見ることができます。例えばまあゴッホなんかね、今ではもう画家の最も素晴らしい人ってなってますけど、ゴッホが実際的に生きてた時はですね、まあ全く絵が売れないか、1個ぐらい売れたかぐらいだと思います。ゴッホは弟さんがね、画商ですから、画商って商売、絵を売る商売ですね。でも売れなかったんですよ。それがもう今ね、ゴッホの絵はものすごく値段も高いし、それからまあみんなから評価されてるわけですね。画家の中で今まで歴史的に一番いいなんて言われてるんですけど、その時は売れないんですよ。で、そういう歴史的な背景みたいなものをですね、よくこう知ってみるってことが大切ですね。特にはまあ、僕自身もあんまりクローズじゃありませんけど、まあ一応そういう愛好家として言えばね、現代美術、僕なんか現代美術がダメなのは、やっぱり感性で描いてるからだと思うんですね。感性だけで、例えば小学生とか中学生に描かせても、どんなに絵の心得があって、もともと素質があってもね、やっぱりいい絵は描けないんですよ。だこの前のこの名古屋で、それをまた潰しにかかる人がいてね、名古屋のトリエンナーレなんかはですね、本当に名古屋にとってはあれはうまく発展させたらよかったんですけど、それを政治利用に使ってですね、僕なんかあの時に天皇陛下の写真を焼いたりね、それから特攻隊を揶揄したり、もう全然僕には美術とは思いませんでした。あんなもんでね、愛知県の大切なね、絵画展を潰したっていう、まあ大村知事の責任はものすごく重たいですよ。それからその時に関係した美術関係の人、もしくはそれを主催した人ですね。主催した人は非常にこう政治的に活動する人ですよ。そういう人にね、美術を政治の中の道具としてやっちゃうってことは、愛知トリエンナーレの失敗の問題はですね、今度の徳島県とか高知県の美術館が真面目にやったけど、結果的にまあ20年経ったら間違ってたとか、
その贋作をつかまされたのとレベルが違います。もっともっと悪徳ですね。いや、美術愛好家としてはね、ひどいことやってくれたなっていうのが僕の感じなんですね。それからもう一つは、そこでちょっと話しましたように、現代美術を理解する抽象家とかね、そういうのを理解するためには、やっぱり具象的にこう風景描いたり人物描いたりしてたものから、どういうものを画家がだん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 抽象画に入っていくかっていうことをきちっと理解すればね、だから中間の状態を全部見ないとね、やっぱり抽象画最初から見てね、なんだか箱みたいなところに黄色になったり赤になったりしてるなっていうのをね、理解することはまず難しいと思うんですね。そういう点で、まあちょっと美術の先生に悪いんですけど、日本の美術のやっぱり教え方が感性に偏ってんじゃないかと思うんですね。やっぱりこう歴史、社会、そういうものと一体となってね、美術というもの、絵というものを理解すると。そしてみんなが展覧会に行くようにすると。家にもですね、こう絵がいくつか飾ってあって、それが自分の心に影響があるような環境の中で子供たちを育てると。まあいうのが非常に大切だと思いますね。まあ当面ちょっと絵に興味のある人は、抽象画とかそういったものを、現代美術はね、勉強してもいいのがないんですよ。途切れちゃってるんですよ。つまりピカソぐらいまで来て、だんだんちょっとそれが抽象的になっていく過程のところが途切れちゃってるんですよ。これは絵画ばかりじゃないんですね。絵画もそうですし、それから小説もそうですよね。夏目漱石、森鴎外とかずっと来たものが、一回途切れちゃってるんです。音楽もそうなんですよ。滝廉太郎とか、そういう作曲家とかね、いい人がいたのが途切れちゃってる。で、途切れた後はですね、やっぱりなかなかね、生活の中に芸術が入るのは難しいんですね。ですから私なんかもついつい絵画は結構19世紀を中心として見てしまいますしね。音楽もやっぱりまだ今のにベートーベンっていう感じなんですよ。小説はまあね、だけど最近の小説、やっぱりなんかビジネス化しちゃってですね、心を打つような、まあこれは人間の生活が良くなってきたからでもありますけども、まあ最近のやっぱり我々の人生もね、なかなか難しいところあります。それで、まあそういったものに対して批判が非常に強いというね、ちょっと批判が強すぎるんですよ。で、例えば美術館に行きましてね、僕なんかはまあ美術が好きですし、音楽も好きですので、まあ、フランスの時もね、美術館しょっちゅう行ったり、音楽もですね、もう頃はシャンソンなんか廃れてましたけど、一応チャンスがあったら地下にある小さなシャンソンのなんかスタジオに行ったりしてました。でアメリカなんか行くと、もちろんメトロポリタン、まあでっかいね、美術館もいっぱいあるんですけども、しかしね、州のね、各州のまあ寂れたっていうか小さな美術館でも素晴らしいんですよ。それはちょっと普通日本なんかにいて絵画を見たらこう接することないようなね、開拓時代の荒々しい美術絵を見ることができますね。それから東南アジアでもそうですよ。東南アジアでもやっぱり美術館はあるんですよ。そしてやっぱりそういうとこ行きますとね、フィリピンなんかの美術館行きますとね、フィリピンならではの絵が飾ってありますよ。しかし困るのがね、日本の美術館が一番行けないのはね、喋っても文句言われるんですよ。この前美術館に行きましてね、美術を見ながら友達とね、この絵はこうだね、ああだね、話してたらね、なんと、その美術館の監視してるなんか係員がいる。それがつかつかってきてね、何言われるのかと思ったらね、静かに僕らも絵見てんですよ。普通の大きさの声で喋ってるんですよ、友達。声を出さないでくださいって言うんですよ。いやいや、それはね、いくらなんでもね、やっぱり絵とか音楽とかそういうものは黙って聞いてるもんじゃないんですよ。それはね、人に迷惑のかけるのはダメだけど、迷惑のかかんない範囲においてはね、だけどその係員は多分ね、美術館の中で喋った人を注意してくれって多分指導されてるんですよ。まあ、もちろんね、外国はいいってわけじゃありませんよ。だけど、外国はやっぱりね、絵を汚したりなんかしないようにはちゃんとされてるんですけども、もう小学生とか中学生がいつもね、模写してますよ。模写ってのはすごく大切ですからね。20人ぐらいで先生に連れられてきて絵を見てね、こう、模写してますね。真似て描いてますよ。ああいうことを普段からやって、だから、美術館にもよく行く、美術館にも子供入れれば、やっぱりペチャクチャ喋りますけどね、それは OK と。
もうみんな美術を愛してるんだと、芸術を愛してるんだっていうね。なんか日本はもう音楽のコンサートって言っても5本と咳したらみんなに睨まれるってね、そういうのはやっぱダメなんですよね。批判精神が強いっていうのは日本人として悪くはないんですけどね。しかし行き過ぎてます。批判が行き過ぎてます。楽しむことは全部なしで、もう光るだけまあそういうね風潮の中で、やっぱり日本の全体の美術に対する力が落ちてるんですよ、ものすごく。だからやっぱりね、贋作ね、いくらね学芸員がね専門家だっつったって、やっぱり日本全体のレベルが上がる。普通の人がちょっとね絵を描くというね、だけど日本人じゃもうすぐ批判が来るから恥ずかしくて絵描けないわけでしょ。だけどこの前ちょうどあれどこでしたかね、尾道かなんか行った時かな、なんかの時に、全くの素人の人がなかなかいい作品をね、私いただきましたけど、そういうその日常的なことが伴っていればね違いますけど、今度のね四国の美術館の贋作問題もね、美術が絵画が話題になるのは1年間で贋作を買ったなんて指摘だけなんですよ。作品がどういう作品ができたとかね、これが日本に来て今非常に今度こういう美術が来るからみんなで見に行こうとかいうのは全然ないんですよ。だからある意味じゃあ今度の贋作なんていうのはですね、言ってみれば日本人っていうのはもう絵なしと、いや僕多分ねほとんど絵のない生活を皆さんされてんだと思うんですね。絵ばかりじゃないんですよ、小説も音楽もね。僕なんかも音楽大体2日に1遍か3日に1遍はね、寝るときに音楽聴いて寝るんですよ。まあ日本人の歌ってる音楽もいいですね、心に染みるものがいっぱいあります。だから芸術のある人生、これにやっぱり入らないかんですね。そうすると細かいね人の荒探したりね、まあ今度の東京都知事選も都知事選終わってから人の批判ばっかじゃないですか、候補者の。そういうね後ろ向き後ろ向きのことに心がいかないようにする。まあそれには今度のこれ僕は時の話題で贋作を取り上げたのはね、いやいや皆さんよく知らないんだな、絵画ってのは贋作と表裏の関係があるわけですからね、本当に。だから絵の好きな人はもう贋作はもう、あ、贋作かしょうがないなとね、そういうふうに思うと思うんですね。だからそういうやっぱり芸術と共に歩く人生、これをやっぱりね目指す。自分でも僕はあまり絵描きませんが、音楽はねピアノもある程度弾きますし、まあ若い頃はトロンボーンなんかもやっておりまして、琴も少し弾きますしね、まあ、そういう中でやっぱり生活をするということがですね、やっぱり人間の進歩っていうもんじゃないかと思いますので、ぜひね今度の四国の贋作についてはね、つまんないことを言わないように、もしもあの贋作の事件を記事書いたり批判するならね、まずは日常的に絵画に親しんでるっていうことがまず第一条件になるというふうに思いましたので、ちょっと時の話題で贋作を取り上げました。